番。女の人と男の人が話しています。男の人はこれからどうしますか？お帰りなさい。たかしが今日はお父さんとサッカーすると言っていたわよ。今は暑くてビールでも飲みたい気分なんだよ。それに疲れたし。たかし、まだ当分帰ってこないから、ビールを飲んでちょっと寝たら？そうだな。じゃあ、その前にシャワー浴びてくるよ。お風呂も沸いているわよ。それはサッカーの後にするよ。男の人はこれからどうしますか？2番。女の人が駐車場の人と話しています。女の人は車をどこに止めますか？駐車場空いていますか？はい。まっすぐ行って2番目を右に曲がって、右側の突き当たりとその手前が空いているはずですよ。どちらに止めてもいいんですね。いいですよ。でも手前に入れた方が出しやすいと思いますが。じゃあそうします。女の人は車をどこに止めますか？3番。女の先生が名前の書き方について説明しています。名前はどのように書きますか？持ち物には全部名前を書いてください。子供たちはまだ字が読めないと思いますから、名前の前に何か絵を書いてください。花でもいいし、動物でも何でもいいです。簡単なものがいいですよ。漢字やカタカナが読めるお子さんもいらっしゃるかもしれませんが、他の読めないお子さんのために、必ずひらがなと絵を書いてください。お願いします。名前はどのように書きますか？4番。女の人が年賀状について話しています。必ず1日に着くようにするにはいつ出しますか？日本ではクリスマスカードではなく、年賀状で季節の挨拶をします。年賀状は新年の挨拶ですから、1月1日に届くように12月に出します。遅く出すと1月の2日や3日についてしまいます。受付は12月の15日から始まります。25日までに出せば1日に届きます。場所によっては28日頃に出しても大丈夫です。必ず1日に着くようにするにはいつ出しますか？5番。男の子とお母さんが話しています。2人はどこに座りますか？お母さん、僕、一番前に行ってもいい？前をよく見たいから。あそこは危ないから、小さい子は座れないのよ。一番後ろだってよく見えるわよ。でも前に座りたい。運転手さんの後ろならいいの？ええ、仕方ないわね。お母さんも前に座るわ。お母さんはあそこに座るの？ええ、そうよ。いいな。二人はどこに座りますか？6番。女の人と男の人がパーティーについて話しています。
女の人はパーティーをどうしますか？明日のパーティー楽しみね。それが行けなくなっちゃったんだよ。あなたが行くって言ったから行くことにしたのよ。ごめん、でも出張で帰れないんだよ。じゃあ私行くのをやめるわ。そんなこと言わないで。妹が行きたいって言っているんだ。連れて行ってよ。仕方がないわね。女の人はパーティーをどうしますか？7番。管理人がゴミの出し方について説明しています。ゴミはどうしなければなりませんか？ひばり市では、市のゴミ袋を買って、その中にゴミを入れなければなりません。ゴミは燃えるゴミと燃えないゴミに分けて、当日の朝8時半までにマンションのゴミ置き場に置いてください。絶対に前の晩や違う曜日に出さないでください。また、違うゴミが混ざっていると持って行ってもらえませんから、きちんと分けてください。燃えるゴミは月曜と木曜、燃えないゴミは火曜と金曜です。また、その他のゴミですが、新聞紙や瓶、缶などのリサイクルゴミは第1と第2の水曜日に出してください。また、机などの家具は市役所に電話してください。大きさによって違いますが、500円から2000円ほどお金を取られます。ですから、売れそうなものはリサイクルショップで売った方がいいです。ゴミはどうしなければなりませんか？8番。男の人と女の人が夕食について話しています。夕食はどうしますか？もう6時だよ。夕食何？まだ仕事が終わらないのよ。それから買い物に行くから。じゃあ、僕が行ってくるよ。何を買ってきたらいい？買ってきてすぐに食べられるものにしてくれない？刺身とかサラダとか3つぐらい買ってくればいいわ。買ったものをそのまま食べたくないよ。僕がカレーでも作ろうか。無理しないで。食べに行ったっていいんだから。大丈夫だよ。夕食はどうしますか？問題2。問題2は、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。1番。女の人と男の人が天気について話しています。男の人はなぜ今は雨が降らないと思いましたか？ねえ、スミスさん、傘持ってきた？いいえ、どうしてですか？ほら、あそこに黒い雲が出てきたでしょ？雨が降りそうよ。でも大丈夫ですよ。雨は降らないはずですよ。天気予報でそう言っていましたから。え？降るって言っていたわよ。言ってませんよ。午後1時雨って言っていましたけど、もう夕方ですから。スミスさん、1時って、
短い時間って意味なのよ。え、そうだったんですか？男の人はなぜ今は雨が降らないと思いましたか？2番。女の子とお父さんが話しています。女の子はどうしてお父さんを家の中に入れませんか？パパ、まだ部屋に入ってこないでよ。どうして？寒いよ。タバコ吸い終わったんだから早く中に入れてよ。吸ってから5分間はダメなの。どうして？まだパパの体の中からタバコの煙が全部出てないからよ。全部出るまでに5分かかるってこと？そうよ。パパ、私たちを病気にしたくないでしょ？それはそうだけど、そんなこと誰が言ったの？テレビで見たのよ。そうか。でも寒いからパパ風邪ひきそうだよ。じゃあ今日だけだよ。今度からコート着て出て。うん。女の子はどうしてお父さんを家の中に入れませんか？3番。男の人と女の人が話しています。男の人は甘いものについてどう思っていますか？ねえ、ちょっと太りすぎじゃない？甘いもの食べるのをやめて、もっと運動したら？運動はしようと思っているんだ。チョコレートやケーキは？食べるのをやめようとは思っているんだけど。つい食べちゃうのよね。そうなんだよ。おいしくて。男の人は甘いものについてどう思っていますか？4番。男の人と女の人が話しています。男の人は何に驚いていますか？なんであんなまずいケーキを買ってきたの？どのケーキ？台所のテーブルの上にあったケーキだよ。まあ、あれ食べたの？あれはポチのケーキよ。え？犬のケーキなの？食べちゃって大丈夫かな？大丈夫よ。あまり甘くないけど食べられるわ。よかった。ところでなんであんなもの買ってきたんだ？今日はポチの誕生日なのよ。500円ぐらいしたの？とんでもない。2500円よ。考えられないな。男の人は何に驚いていますか？
男の人と女の人が留学について話しています。二人の意見が違うのはどれですか？日本に留学しようと思うんだけど。まだ早すぎるんじゃないの？でも日本で勉強した方が早く上手になると思うけど。お金がたくさんあるならいいけど、1年分ぐらいならいつ留学するかよく考えた方がいいわよ。できるようになってから行った方がいいっていう意味なの？そうよ。そうかな。僕は早ければ早いほどいいと思うんだ。二人の意見が違うのはどれですか？6番。女の人と男の人がホテルの予約について話しています。男の人の考えはどれですか？ねえ、明日泊まるところ予約してある？まだだよ。明日どこにするか決めるつもりだから。え？明日になってから予約するの？うん。泊まる日に予約するととても安くなるんだよ。いいホテルに泊まってみたいから。でも、いっぱいだったらどうするの？普通のところでいいわよ。明日の今頃はどこかが空いているから大丈夫。そうかもしれないけど、私は心配したくないわ。男の人の考えはどれですか？7番。先生と女の人が話しています。先生はどうしてケーキを食べませんか？先生、どうぞケーキを召し上がってください。ええ、でも、もう。甘いものはお嫌いですか？いいえ、そんなことはありませんが。じゃあ、ダイエットでもなさってらっしゃるんですか？いいえ、でも山田さんのお宅で3軒目ですので、もう。ああ、そうでしたか。先生はどうしてケーキを食べませんか？問題3。問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。それから正しい答えを1から3の中から1つ選んでください。1番。店で棚のカバンが見たいです。何と言いますか？1。あれ見たいですか？2。あれ見せてください。3。あれ見てください。
2番お客さんが来ました。何と言いますか？1よく参りました。2よくいらっしゃいました。3よくお出かけしますね。3番先生に話が聞きたいです。何と言いますか？1お話をお聞かせくださいませんか？2お話をお聞かせしてもよろしいでしょうか？3お話を聞かれても構いませんか？4番ボールペンが借りたいです。何と言いますか？1ボールペン貸してくれませんか？2ボールペン借りてくれませんか？3ボールペン貸してあげましょうか？5番友達が風邪をひいたと言いました。何と言いますか？1それはいけませんよ。2それはいけないことです。3それはいけませんね。問題4。問題4では絵などがありません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて、1から3の中から正しい答えを一つ選んでください。1番。すみません。スミスは今外に出ておりますが、1じゃあ電話があったと伝えてください。2じゃあ電話があったと伝えます。3じゃあ電話があったと伝えるんです。2番おかわりいかがですか？1たくさん食べています。2もっと食べたいです。3もう十分です。3番日本語がペラペラになりたいな。1日本語が下手なんですね。2日本語は十分話していますよ。3日本語上手じゃありませんか。4番窓を開けっぱなしにして外出しないでよ。1うん、気をつけるよ。2うん、気がついたよ。3うん、気がつかないんだよ。5番昨日の試験はすごく難しかったね。1それほど難しかったのよ。2それほどだったわね。
3それほどじゃなかったわよ。6番どうして刺身を食べないんですか。1刺身はあまり。2刺身はおいしいから。3刺身好きですか。7番品物はいつお届けしたらよろしいでしょうか。1あさって届いてほしいです。2あさってまでにお願いします。3あさって届いてくれますか。8番窓の外を見て、いい景色だよ。1本当、綺麗な山が見えますね。2本当、綺麗な山が見せていますね。3本当、綺麗な山を見ることですね。